ジュール、ドルです。バトン2です。同じのやろうとしてた。読まれたぜ。質問です。フロントウィングについているタイヤの温度センサーについてです。です。フロントウィングは交換することがありますが、センサーはどうやって接続されているのでしょうか。だからフロントウィングにタイヤの温度を測る温度センサーがついてるってことなんですね。でもフロントウィング交換した時に、新しいフロントウィングについてるセンサーの要は接続がどうなってるのかって話でしょ。でも外す時にコードとかピッピッとっていってる映像は見ないよね。カチャカチャカチャって付け直してる、だからあれじゃない、その枠、フロントウィングのあのだから枠なんていうの、カーボンの枠、枠そこをもうガチャッとつけたらもうなんかそれで電子がこうくっついてる。コードレスになってるんじゃない。コードレスじゃあもうそのカーボンの枠じゃなくてセンサーから直で飛ばせばよくないですか。あ、そうだね。そうそう、センサーがもう直で飛んでる。そう、自立してるんですよ、電池かなんか入ってて。そうじゃない、じゃないでしょう、ね、あ、じゃないの。え、じゃあ、コードがあるってこと、見えてないだけで。はい。でもコードがあるってことはなんかカチャッカチャッみたいな、でもカチャッってフロントノーズをつけるわけじゃん、秒で交換するわけだから、そーっとそーっと、じゃあやっぱりあのカーボンのところにもそのコードがくっついててでこうそれもカチャッカチャッってはまってんじゃない。はい、だから実はコードだけがなんかカチャッてずれちゃったりして刺さってない、刺さってなかったらもう諦めるみたいな、はい、そんな感じ、はい、あ、そんな感じなの。そうならないと思いますけど、ノーズ自体がバカッてはまってるってことはずれてないわけだから、ノーズがずれてついちゃってる。そしたらあれなんか傾いてんなみたいな、右はよく曲がるけど左曲がらんわみたいな。え、でもケーブルがあるわけ、ちゃんと。ケーブルっていうか、もちろんフロントウィングのこの翼端板のとこにセンサーついてるんですけど、はい、このタイヤに向かって、はい、うん、このウィングの中をこう通ってケーブルビューって、あ、ケーブル張ってるんだ。ちゃんと結構張ってるっていうか、中に埋め込まれちゃってますけど、はい、ズボーって、あ、有線なんだね。 で、はい、でここからノーズの付け根のとこにコネクタが出てるんで、こっちがモノコク側にもついてて、はい、オスメスでバンってつく。あ、そうなんだ。あ、そういう風になってんだ。他にもなんかあの、フロントウィングについてる配線系は、ここがおそらくフレッシャーセンサーついてると思いますけど、当然ながら。フレッシャーセンサーって何ですか。あのフロントウィングの各部にどのぐらいダウンフォースが出てるかって、上からどのぐらいの力で押されてるかっていうのを測定する圧力センサー。あ、そんなセンサーもついてる。まあ、それは車の全部いろんなところについてるんで、じゃなきゃダウンフォースどんだけ出てるか分かんないから。あ、そうなの。え、それ何、その どのメーカーじゃない、チームもついてて、はい、でそれ何、走行中にリアルタイムでダウンフォース量を見てるってこと、はい、で出てないというか普段の数字と違うなと思ったら、おかしいおかしいよって見ると、あ、壊れてるねみたいな、このフロアが壊れてるからここはダウンフォース本来の数字出てないよねって。だからチームがテレメトリー見て、あのダウンフォース失ってるよとかダメージ負ってるよって言ってるのは、テレメトリーの数字を見て、あ、そういう仕組みだったら、なんでそう、なんか何で分かるんだろうと思ってたけど、あ、そんなことになってるの。でもセンサーだらけなのこれ実は。はあ、はあ、まあだから知ってたみんな。だから翼端板にタイヤセンサーついてるんで、翼端板だからぶつかって取れちゃいましたとかだと、温度測れないじゃん。そうですね、だからセンサーなくなっちゃいますね、フロントタイヤの温度分かんなくなっちゃう、じゃあマグヌスセンはだから怒られるんだね。タイヤ分かんねえじゃねえかよみたいな。でもそれはこの翼端板のところから後ろに向かってこう出してるセンサーで、はい、それはタイヤの表面の温度を見るためのセンサーで、タイヤの内部の温度は別のセンサーがホイールの中についてるんで、そっちで測れるから、まあ、表面の温度分かんないけど、内部の温度が分かるってことは、まあ、表面こんな感じかなみたいな、はいはいはい、大体のまあシミュレーションというかね、あれはありますけどね。へえ、あ、そんな感じになってるんだね。でこのノーズよく見るとその線が見えるかもしれないってことね。ノーズ外してる時にはこういう、あの受け側がついてますけどね。ああ、そうなんだ。コネクタは見えますよ。じゃあちょっとぜひ、まあ、フリー走行とかだともう別になんか違うセンサーをつけて走ったりとかもしますし、素晴らしいですね。覚えちゃった。まあなので、あのフロントウィングのところにそのちゃんとケーブルオスメスがあって、それを
ガチャッとつければそれもガチャッとはまると、それがずれることはないよと、うん、たまになんかぶつかってフロントウィング壊れましたとか、まあ、さっきみたいに翼端板取れましたの時に、うん、パーツがポン取れてるけどなんか線がピューって出ててプラプラプラってなったりとか、パーツが取れても線がなんかフャーっていっぱい出てたりとかするの、うん、あれセンサーの線、ケーブルなんですよね。そういうことなんだ。ちょっとそれ気にしてみると分かるようになるってことだね。とかよく見るともう翼端板、うん、あのフロントとかリアとかはもうそのセンサーの線を埋め込んだ後、切った発破した後が結構カーボンの表面に出たりしますよね、まあ、塗装されてないから、はい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 、ここに埋めてんなみたいな、こういう配線沿わせてるなみたいなのも、そうなんだ。普通の写真だと走ってる写真だと分かんないけ ど、F1 の本サイトをやると、高精細写真ね、高画質写真、ね、があるんで、うん、そのテクニカル写真を見ると、うんうん、フロントウィングここにセンサーの線通ってるなみたいなのは結構分かりますね。うーん、まあ、特に最近はコストギャップの影響もあって、はい、ウイング結構使い回したりするんで、ここ切ったはったしてんなみたいなのは結構写真見ると分かりますよ、ね、まあ、そのぐらいクローズアップの写真がたくさん出てますからね、はい、ぜひ本サイト入っていただけると、ね、はい、継ぎはぎとかして使ってるんだ、はい、それが高精細写真で分かる。いい加減高精細から脱出せよと高画質だろう、高画質他にもなんかセンサー ついてないの？そのさっき。いや、センサーだらけですよ。センサーだらけ、はい、変わったところでは。だからタイヤの温度も、うん、センサーでもちろん分かりますし、その内圧とかも分かりますし、はい、すごいね。 F1 だけでしょ、そんなにいっぱいセンサーがついてる。そうですね、うん、タイヤの温度は最近ね SF もなんか測れたりしますけど、あれも結局中だけですよ ね、うん、あ、中ね、タイヤの表面の温度は測ってないですよね、うんうん、だからまあ、フロントウィングとかにはやっぱつけられない、うん、フロントウィング壊れたらなくなっちゃうから。あ、はい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 、F1 だからこそって感じだね、うんうん、だからリアタイヤも今、はい、今じゃないけど昔からリアタイヤの表面ももちろんセンサーで測ってますけど、うん、前はこのフロアのとこに地面に埋め込んでて撮ってましたけど、うん、もう埋め込む場所がないので、うん、今フロアじゃなくてさあどこでしょう、前はこのフロアにセンサーがついてここを測ってた、はいはい、でもリアタイヤの前もうフロアないじゃないですか埋め込み前で測りたいの、後ろじゃなくて。後ろを測るとこなくないですかじゃあこのカウルのこの辺に、おう、うん、このいい塩梅の距離のところ、うん、どっかついてました、そんな。あ、でも車によって形が違うからあれかまあどこにあるかちょっとまたこれも本サイトの方で、あ、なるほど、写真見て写真見探していただけると、はい、あ、これかなっていうのが分かるってことね、はい、はい、意外とそれが分からないところに今ついてますね。へえ、そうなんだ。言われないと、あ、これなんだっていうのが、うん、でチームによって違う場所が微妙にほぼ同じですけど、うん、まあ微妙に違ったりはします。へえ、多分今年だとステークキックザウバーだけが、はい、その古臭いフロアに埋め込み方をまだやってるような気がしますけど、他のチームはあ、ここなんだみたいな。それも高画質見たら分かる、分かると思います。なるほど、じゃあ言われなきゃ分かんないかもしれない、はい、でも調べてみると面白い。気になって仕方がない方はぜひあの概要欄の方からね、はいはい、F1 ライフの本サイトっていうのありますんで、はい、そちらの方でチェックしていただければと思います、はい、ということで、今回の質問、フロントウィングに取り付けられているタイヤ温度センサーについて、フロントウィングを外して取っつけたら新しくまたつながりますよということでございます、はい、今回の質問良かったらどうもありがとう。どうもありがとう。いろだチャンネル登録、はい、F1 ライフのオプション、 F1 ライフすずりの視点から、 T シャツパーカーは F1 ライフ公式ストアから、そしてより深い情報は F1 ライフ本サイトから。あらたした。あらたした。